奥アスカは、奈良県高市郡アスカ村の大技、稲淵、茅森、入谷の山集落周辺を指す。奈良県道15号桜井アスカ吉野千円道のアスカ川流域に点在する農地、森林などの景観が、奥アスカの文化的景観の名称で、文化財保護法に基づく重要文化的景観として選定されている。選定区域は、大技稲淵。 大技か森及び大技入谷の全域並びに、大技岩井戸及び大技、坂田の各一部、計565.8ヘクタールである。以下、特に注釈なきは、奥飛鳥カの文化的景観文化遺産オンラインを、出展とする奥飛鳥カの導入部分に位置し、飛鳥カ東府地球伝跡があり、水口昭安の記事とも伝わる。高低差50メートルの斜面を開墾した棚田が、 広がる景観に始まり、龍門山地へと分け入ると強烈な地形へと変貌し、斜面に家屋が密集する。集落入り口には、飛鳥川に男綱と呼ばれる綱掛けが渡されている。飛鳥川の増水で橋が流されやすいため、都会用に飛び石が敷設されている。集落内には灌漑用の井手と呼ばれる水路が巡らされている。続くカヤ森との境界に、 飛鳥川上座渦滝姫鳴の地神社が鎮座する。美しい日本の村景観百選でもある。集落がある地域の海抜は250メートル。2010年時点で54世帯167人が暮らす。集落入り口には、飛鳥川に女綱と呼ばれる綱掛けが渡されている。集落の中心に、かよるナルビーの地神社が鎮座。家屋は、石積みの上に建てられ、 飛鳥川を利用する洗い場なども石組み石段で作られている。県道15号は茅森から高取町へと抜ける。集落がある地域の海抜は290メートル。2010年時点で24世帯76人が暮らす。奥飛鳥の最深部。家屋は山和棟と呼ばれる伝統的な構造を保持している。集落がある地域の海抜は350から430メートル。 2010年時点で17世帯33人が暮らす。ありがとうございます。